はい、冗談英会話です。ワーキングホリデーに来たら、ワーキングホリデーって言ってるぐらいなんで、仕事をしないといけないですよね。まあ、しないといけないわけではないんですが、ほとんどの方が仕事をすると思います。で、やっぱり初めて来た人は、仕事探しに手こずると思います。僕も、英語少しは喋れましたが、若干手こずりました。オーストラリアは日本と違ってすごい経験を重視します。例えば飲食店で働きたいとしましょう。日本で飲食店で働いたことがあるっていうだけですごいプラスなんですね。で逆に飲食店での経験がないっていう方はすごいマイナスになってしまいます。なので僕は今ユニクロで働いているんですが、ユニクロで6ヶ月だけですが、バイト日本でしていました。それがすごいプラスに働いて採用につながって、今すごい楽しくバイトしています。で、まずオーストラリアでの仕事探しの流れとしては、まずレジュメが必要です。こんな感じです。まあ、僕は写真を載っけてますが、別に写真を載っけなくても大丈夫です。どんな経験があるのかだったり、まあ学校どこ出身だったりとか、多分学校とかどうでもいいと思うんですけど、バイトも正社員も含めてどんな経験があるのか、そしてそれがどのように活かされるのかっていうのを伝えてあげれば採用につながりやすいと思います。で、このレジュメどうやって作ればいいのかっていうのも疑問だと思います。こちらは概要欄の方に書いておきますので、ぜひご覧ください。あともう一つ、このプリントですよね。日本から何十枚も吸って持っていくのはすごい大変だと思います。荷物もね、他に持っていきたいものたくさんあると思いますし、ただ印刷こっちでできるかどうかっていうと、日本みたいに簡単ではありません。日本はコンビニで簡単に印刷できますよね。でもこっちのコンビニに印刷機は全くありません。どこにあるかっていうと、このオフィスワークスっていうお店にあります。で、こちらでの印刷方法の動画も上げておりますので、この辺ですかね、この辺ですかね、わかんないですけど、クリックして見てみてください。で、今日は何をするかっていうと、実際に日本で履歴書を手配りで回ってバイト探すってないじゃないですか。まず、最近だったらネットとかで応募して返事返ってくるのを待ってっていう感じじゃないですか。もちろんオーストラリアでもネット応募っていうのはあるんですが、小さいお店とかはもちろんそんな設備は整っていないので、手渡しで渡していきます。で、手渡しで渡すって僕もそうだったんですが、そんなんしてなんか、うわなんかまた来たわって思われるの恥ずかしいじゃないですか。でもこっちの人は手渡しすることが基本なので、全くそんな表情だったり感情出してきません。それを皆さんに分かっていただこうと思ってこの動画を作っています。なので今からこの残りのレジュメを全部適当なお店に配りに行きたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。で、一つ言い忘れてしまったんですが、お酒を扱うお店は、免許がいるんで渡すことができないです。あとカフェですね、カフェもバリスタの免許がいるので、お酒とコーヒーを扱うお店以外を攻めていきたいと思います。レジュメ全部9枚あったんで9枚配っていきたいと思います。覚えています。 Hi, I'm looking for a job. 決めました。あ、いや、次はレジュメの Yeah, my resume and I work for Uniqlo, so my experience should be working for you guys. Yeah. Full time or casual? Full time. What's your name? Blue. Blue. That's for you. That's me. Thank you. See you later.はい、一発目終わりました。で、気軽に受け取ってくれましたね。こんな感じであと8枚配っていきたいと思います。 Hi, I'm looking for a job. Are you hiring now? Can you give me your resume? I just got my job. Okay, so thank you. Hi, are you hiringAre you hiring? I'm looking for a job. Thank you. Okay, I can leave for you. Cool, thank you. Hi, how are you today? How are you?
engineer. I'm looking for a job today. Yeah. Are you for part-time or full-time? I'm looking for full-time job. Yeah. I work for Uniqlo and okay. my work experience should be working for you guys. Okay, cool. Yeah. So I'll just guess you need to also send your CV to this email. Okay. Cool. Thank you. Hello, I'm looking for a job. Are you hiring now? Kitchen hand. Okay, cool. Thank you. See ya. Hello, how are you? I'm looking for a job. Are you guys hiring now? You don't know. Can you pass it to your bank manager? Okay, cool. Thank you. Hello, how are you? I'm looking for a job and are you hiring now? We recommend it hire. Mm-hmm. Also, do you have any experience? Yeah, in Japan I've worked for like fast food shop. Yeah, that's it. Hi, I'm looking for a job, and then I work for like hamburger shop in Japan. So I was in kitchen hand, and yeah, I was doing customer service as well. So it should be working for you guys. Sorry? You don't need any worker. You don't hire now? Okay. Just in case, keep it. Okay. I'll throw it. Okay, thank you. See ya. See ya. たまには受け取ってもらえない場合もありません。まあ、逆に言うと優しいですよね。だって1枚のレズメが無駄にならないわけですから。ありがとうございます。中国料理屋さん。Hello. Hi. I'm looking for a job. Are you guys hiring now? Can you speak the Chinese? Oh, no. You guys only can speak Chinese? Yeah. Okay. No worries.こういうこともあるみたいなんで気をつけた方がいいですね。適当に行ったらダメですね。やっぱり僕も初めて働いた時にマレーシア料理屋さんで働いたんですが、中国人とインドネシア人しかいなくて、みんな英語喋んないですよ。中国語でコミュニケーションを取るんですね。なんで英語を勉強しに来たっていう人は絶対行かん方がいいと思います。 Hi, excuse me. Can I pass you my resume? Can I talk to your manager? She's not there. Okay. Cool. Thank you. Hi, how are you? I'm looking for a job. Are you guys hiring? Yeah. Okay. You can also send your resume to our email outside the store. We have an email there. Okay. Thank you. あ、ここに書いてますね。むずこのユニクロのロゴに似てません？はい。I'm a girl, how are you? I'm looking for a job. Yeah, and then, are you hiring now? So, I'm not sure about that, but I'm gonna pass the resume to my manager. Okay, cool. Thank you. See you later. はい、9枚全部配り終わりました。こんな感じで、みんなね、気軽に受け取ってくれますよね。はい。そういう文化なんで。はい、帰ってきました。まあ、9枚配るのに30分もかからないぐらいで配り終わりました。中には受け取ってくれないところもありましたが、基本みんな受け取ってくれます。ただ、やっぱマネージャーと話さないと仕事にはつけないと思うので、はい、Can I talk to your manager? って、どんどん押していくことをおすすめします。あと、英語を学ぶのは全然で、ワーホリに行って英語を磨きたいけど、そもそもレジュメ渡すところから何て言ったらいいかわからないっていう方も中にはいらっしゃると思います。そんな方のために動画概要欄にて、役立つフレーズを、仕事探しの際に役立つフレーズっていうのを明記しておきますので、ぜひご覧ください。はい、以上になります。冗談英会話ではこんな風に日本から飛び出てチャレンジしようっていう人の応援をできるような動画をたくさん上げてサポートしておりますので、
ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。せや。